ブライダル TV をご覧の皆さん、こんにちは。ブライダル YouTuber の中西由美です。9月になりましたね。まだまだ暑い日が続きますが、頑張りましょう。ということで、9月の誕生石のサファイアについて今回はお伝えしようと思います。サファイアの宝石言葉は誠実、慈愛、友情、愛の証です。主な産地はミャンマー、インド、スリランカ、タイ、オーストラリアでございます。9月の誕生石サファイアは世界で有名な4大宝石のうちの一つで、気品ある深いブルーが美しい宝石で、聖なる宝石とも呼ばれています。サファイアはラテン語で青の意味を持つ宝石であり、ラテン語サフィロスが語源で、青色を代表する宝石といえばサファイアと言って良いでしょう。英語の正しい発音はサファイアです。サファイアではないのでご注意ください。実はサファイアにはブルー系以外にもたくさんの色があって、ピンク、パープル、オレンジ、イエロー、グリーン、ブラックなどが存在する宝石です。これらのブルー系以外のサファイアはファンシーカラーサファイアと呼ばれています。ちなみにシンクのサファイアは誰もが知る宝石ルビーのことです。サファイアとルビーは同じ鉱物で構成されており、鉱物名はコランダムといい、赤色はルビー、それ以外の色をサファイアと呼びます。サファイアはダイヤモンドの 4C のような世界基準で定められた評価基準はありません。ダイヤモンドの選び方についてまとめた動画もございますので、気になる方はチェックしてみてください。リンクは動画の概要欄に貼っておきます。ということで、サファイア選びの参考になればと思い、サファイアの評価基準を5つのポイントにまとめてみました。まずは色。ブルーサファイアは透明度が高くって、紫がかった青色が特徴です。色が濃すぎて黒に近い青色だったり、また薄すぎても評価は低くなります。最も評価が高い色がコーンフラワーブルーと呼ばれる、明度がミディアムからダークミディアムのもの、バイオレットに近いブルーのものです。コーンフラワーブルーであること、色味が均一であることがサファイアの色選びのポイントです。サファイアの評価基準のポイント2つ目がクラリティです。クラリティとは透明度の評価のことで、宝石が地中で結晶化する工程で内部に混入する他の鉱物や液体気体などがどの程度透明度に影響しているかということを表す指標です。ダイヤモンドと同じようにサファイアも自然が作り出したものですので、いろいろな成分の内包物が含まれています。透明度に影響するような内包物は輝きにも影響して、宝石の耐久性を損なうようなものは価値を下げますが、サファイアの場合ニードルと呼ばれる宝石の価値を高める内包物もあります。内包物は例えば人間で言えばほくろのようなものです。サファイアに限らず、自然が作り出した宝石には内包物が全くないものはないと思ってもいいです。少なからず内包物があるということが天然の証でもあったりします。評価基準3つ目が処理です。サファイアは掘り出された原石をカットした後、熱処理を加えたものと無処理のものがあります。市場にあるサファイアの多くは熱処理を加えたもので、自然のままでは美しいブルーの色味を持つものは少なく、熱を加えることなくコーンフラワーブルーというものはとても価値があります。熱処理していなくてもブルーが美しいカシミール産サファイアは幻の宝石と言われており、サファイアの中でもとても価値があります。サファイアの評価基準のポイント4つ目は産地です。サファイアは産地によって色や透明度に違いがあります。インドとパキスタンの国境をまたぐカシミール地方のサファイアは高品質で、数千カラットの大型結晶が産出され、カット後でも20カラットを超えるものが多く産出されていましたが、わずか数年で取り尽くされてしまったそうです。そのためカシミール産サファイアは幻のサファイアと言われ、現在では市場に出る数は少なく伝説の宝石と呼ばれています。カシミール産に次いで美しいサファイアを産出する場所がミャンマーです。ミャンマー産のサファイアは加熱処理されていなくても色味が濃く大きく美しいことが特徴です。世界でサファイアの最も大きな規模の鉱床がある国はオーストラリアです。記録に残る中で1800年代に金の採掘中に偶然発見されたものがオーストラリアで、サファイアが発見された最初と言われています。オーストラリア産サファイアは過去に良質な原石がバイヤーによって国外に持ち出され、タイ産と名を変え市場に出てしまい、残った質の良くないものがオーストラリア産となっていたことから、残念なことにオーストラリア産サファイアは質が良くないというイメージになっています。オーストラリア産のサファイアはブルーの色味が濃く黒みが強いことが特徴なので、コーンフラワーブルーと比べると価値評価は低くなってしまいますが、ファンシーカラーと呼ばれるブルー以外の色々な色味の美しいサファイアが多く産出される貴重な場所です。サファイアの評価基準のポイント5つ目が輝きです。サファイアはダイヤモンドに次ぐ硬
度を持っている宝石ですので、カットすることで輝きを作り上げ、美しい指輪やネックレスなどのジュエリーとなります。内包物の状態によっては通常の宝石と異なる輝き方をするスターサファイアとなるようドーム状のカボションカットに加工されることもあります。以上、サファイアの評価基準を5つのポイントに分けてお伝えしました。サファイアはイギリス王室ウィリアム王子がダイアナ妃の婚約指輪を継承し、キャサリン妃に婚約指輪として贈ったことや、私の大好きな映画でもあり名作のタイタニックのヒロインローズが身につけていたハート型のペンダントトップの美しいブルーの宝石はサファイアだったという話は有名です。美しいブルーの宝石サファイアはヨーロッパ中世の時代には天の恵みを受ける宝石として、触れると癒しが得られると言い伝えられていました。深いブルーは気持ちを落ち着かせ、身につける人の才能と自信を引き出してくれる宝石でもあります。サファイアをお得に安心に予算内で購入したい方、サファイアを大切な人にプレゼントしたいという方はブライダルナビまでお問い合わせください。 YouTube を見た方には 50% オフでご提供しております。ブライダルナビでは結婚式場の紹介、婚約指輪、結婚指輪の販売もしております。 YouTube を見たと予約の際に言っていただければ婚約指輪のダイヤモンドが 50% オフになります。指輪のデザインの紹介の動画もありますので、気になる方はチェックしてみてください。婚礼衣装の紹介もしていて、ブライダルナビと提携している衣装店はブライダルナビにご連絡をいただければ通常価格の半額になります。その他結婚式のことで気になることがございましたら、相談は無料ですのでお問い合わせくださいませ。お問い合わせのリンクは概要欄に貼っております。ブライダル TV のチャンネル登録もお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。